鳥海高原雪まつりは豊富な雪を使い地域を盛り上げようと地元有志などからなる実行委員会が行ったものです。昨日29日から来月25日までの土曜日曜に合わせてポニーランド花立やフォレスタ鳥海など鳥海高原一帯でさまざまなイベントが行われます。初日となった昨日はオープニングセレモニーが行われたほか、雪像のお披露目やポニーの乗馬体験を通して訪れた家族連れなどが高原の冬を満喫していました。楽しい人、はい、寒い人、はい、寒いね会場には祭りのシンボルとなる大型の雪像をはじめ、申し込みがあったグループによる作品も並びます。この日作業を行っていた人たちも多く、豊富な雪を使い完成を目指していました。今高3です。高3、はい、卒業です。もう何人でやってんの？みんな今9人でやってんだ。あ、はい、すごいね。後ろもやってるんで。前の方は何なの？前あっち行ってください。鎌倉の線だ、はい、ぬるいです。お風呂くらいしかなってませんけど。また当日は厳しい寒さと雪に見舞われましたが、会場では多くの家族連れが寒さに負けず元気に体を動かしていました。楽しいです。ソリとかカラオケとか、うん、クイズとかやった。家より暇じゃなくて面白かった。家より暇じゃなかったか、そうかそうか。楽しい。どんなの遊びました？そり滑り。そり滑り。とか、あの、鎌倉入ったりした。うん。鎌倉どうだった？寒くなかった。寒くなかった。ああ、そうか。中あったかかったんだ。はい、子供3人連れて、ジジババで一緒に来ました。ジジババで来ました。初めて。初めてです。初めて。どうですか、来てみて。いやもう雪多くてびっくりしました。雪降ってる。ね、今からしたら全然ね、雪多いですよね。ね、今年全然雪降らなかったから、うん、ちょっとびっくりね。ね、びっくり、すごい積もってて。はい、楽しんでください。はい、ありがとうございます。楽しいです。一応今年で3年目になります。あ、3年目。はい、雪と遊ぶというかね、楽しむということで。子どもの遊び場作りね、はい、ここで遊んでもらえればなと思っています。ふぶいてね、午前中はちょっと良かったんですけどね、はい、どうしてもこの寒さで ね、はい、ね、それもまた経験してもらうっていうか、あ、それも大事なこと、はいはい、そうですね、はいはい、ポニーランド花立では雪まつり期間中、日曜日限定でスノーハイクやたこ揚げなどが行われるほか、次回2月5日日曜日には雪合戦をテーマにしたイベントが行われる予定です。